自分の中ではこうなんかフロンターレ対 FC 東京の試合で、あの米本選手あの結構若かったと思うんですけど、その時にあのミドルを決めてたイメージが結構強いです。大学生ぐらいだったと思うんですよ、はい。それでやっぱみんなでこう試合見るじゃないですか、そのテレビで。代表のエイジさんでも止めれないシュートがあるんで、練習積んでるキーパーの人たちでも難しいシュートはあるんだなっていう感じはありました。飛んできたボールを飛べるっていうのがまあ仕事なんで、まあ、その前にやっぱりあの僕が得意としているやっぱあの未然に防ぐっていう、まあ、ディフェンスに声かけてこうそのディフェンスのポジションをずらして未然に防ぐこともありますし、その裏のボール来てもあの俺がカバーするよっていうそのディフェンスに安心感を与えて未然に防ぐプレーもありますし、シュートを止めるだけではない部分っていうのは本当に大事だと思っているプレーしているので、そういうところはやっぱりあの続けていきたいなとは思ってます。